ねえか。おい、来たー、脱げた。やばい、ちょっと日本で手に入んないのかな。菊神チャンネル始まるよ。よし、そしたらね、今日はこのシャフト抜けないかね、挑戦してみたいと思います。ここにね、ボルトがあるので、これを取ればいいだろうと思ってます。工具入るかな。チェーンを外さなくても抜けそうだな。しっと、ここね、このネジを抜いていきます。しっと、来た。次、ここにね、芋ネジが入ってますね。はい、これを回していきます。長さ足りるか。あ、 OK だ。芋、これをぐるっと回すと、そう、ここにねポンチを入れるところがあるね。ちょっと緩んだかな。実は同じようにこれあるんだよね。よし、ここもまず簡単に回ったぞ。あ、もうあれだね、手で回るから引っ張れば抜けるかもしれないな。さすがに手で引っ張ったら抜けないか。よいしょっと。ラッピング付けにしてたから、あ、簡単に回るじゃん。よし、これを取れた。これなんだ、グリスニップルなんだね。この中はグリスが満たされるようにできてるんだ。これをここに溶接して引っ張ってみようと思います。よし、あー、センターからずれてるか。じゃあちょっとこのスライディングハンマーでね。あー、ダメか。
はい、でかいの用意したんでね、これで回ってくれたらいいんだけどな。抜けなかったらこのまま戻すしかないよね。方法を考えないといけないよね。質量が3倍になりました。やっぱ持つべきものは道具だね。固着してたね、ここだね。やっぱ効いてるね、あの潤滑剤。錆落とし用のアタッチメントに交換しましょう。とりあえず一回シャフトをきれいに。ここ支点に曲がってんだけど、ベアリング抜けるかな。こっちから抜けるかな。じゃーん、赤いプレス機。よし、これで直していきたいと思います。いただきました、ありがとうございます。こうだな。曲げたらこれ出てきましたよ。ベアリング取れるかも。シャフトですね。どうですか、だいたいまっすぐになりました。プレスでね、ギュッギュッてやってきました。ただベアリングがね、回るんだけどちょっと渋いのね。で、油ちょっと拭いといたんだけど正直変わんないな。シャフト計が31ぐらい。30、これもインチなのか、違うな、32とかですね、 31.8 とかかな。ベアリングの外径が62で、厚みが42、32の62の42。あ、回るっちゃ回るけど結構硬いんだよね。3ミリ以上あるもんね。 3.3 あるもんね。こっち2ないもんね。ここら辺も変わってるから、やっぱこれも変えるんなら欲しいな。変えるのかな。ちょっとモノタロウを調べていきます。このベアリングがやっぱちょっと日本で手に入んないのかな、と思ってます。同じやつね。
UC206 っていうタイプの1の4分の1で外径62ミリで、アメリカの ATV のサイト、このマックスのサイトとかだと取れる、買える、ネットで買えるんだけど、果たして日本に送ってくれるかどうかっていうのがちょっとただいま調査中です。うん、で、NTN さん、 NTN ベアリング作ってるメーカーねのサイトから、地元のそのベアリングを取り扱ってる機械工作屋さんに問い合わせたんですが、やっぱちょっと取れないということだったんですよ。まず個人ではちょっと取れないっていうこともあって、なかなかね、モノタロウとかミスミでも同じのはなくて困っております。うん、でアマゾンとかからも買えるんだけど、注文で1ヶ月ぐらいかかって、値段がね1万3000円とかになって、ちょっと微妙だよねっていう風に思ってます。多分実際の値段はね2000円とかそんなもんだと思うんだよね。2、3000円ぐらいだと思うんだよね。ベアリングのローラー、中は錆びてないね、大丈夫だ。でとりあえず交換はするんだけど、一旦つけておきましょう。じゃないタイヤつけられないから。でこのベアリングが水止めになって、これがこうぴったりくっついて、で水が入らないようになってるっていう構造です。うん、だから適当なベアリングだと、ここの面がこう、ここが合わないと水が入ってくるんだよね。うん、本来多分もしかしたらここ、コーキングしてから入れるのかもしれない。うん、にここね、内側のベアリングがあります。こっちはいいね。うん、こっちの状態は悪くない。穴があるでしょ、これがこのシャフトのここに穴が開いてるんだけど、そこに合うでネジを入れるっていう構造です。ここにね、チェーンテンショナーがあります。これを緩めましょう。よし、ここ穴があったのでボルト入れます。このシャフトが入らないとタイヤを回せないんだよね。よし、貫通が入ったので、あとは閉めます。はい、見えるかな、この通りね、閉まりました。これさ、なんかあるのかな、場所。まあ、いいか。うい、おお、来たんじゃね。
したら、いいねか。で、クリアランスも OK。 多分なんだけど、これ114.3 の5ケツっぽいんだよね。はい、どうですか、着きましたね。ちょっとハの字になってるっぽいけど、シャフトは結構まっすぐだからね。いいよね。ね。当たってないよね。うわぁ、いいね。相変わらず渋いけどね、動きは。うん。オッケー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 。こっちがこうなってるのが気になる。ちょっとそのうち直そう。直し方は分かった。うん。またちょっと外してプレスだね。ただそのベアリングの問題があるから、うかつに外せないよね。うん。そうなんだよね。外したりするときベアリング壊しちゃったりすると、二度と取れないからね。うん。まぁ、ちょっとこっちのベアリングに関しては、交換前提でやっていきたいと思います。こっちもバッチリ刺さってるし、芋ネジも止めたからいいね。メイン課題のね、一つであったこのシャフトの曲がり、これを今回修正することに成功しました。一歩ずつ一歩ずつね、進んでいっています。ここら辺もね、ちょっとググってやってみて、少し良くなったと思うね。ね、ちょっとググってやってみた。ちょっとずつちょっとずつ、完璧はできないんだけど、ちょっとずつ修正して、なんとかインチキ臭く走れるようになれば嬉しいなと思っております。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。